stadium. The atmosphere was really good, and I'm happy to be here. And how the support us is so nice, and we try to give more than back in the next game. はじめまして。サポーター歴17年目の国崎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず今日の試合を振り返って、どんな感じだったか。そうですね。まあ自分自身こう勢いを持って、チームのためにプレーしようっていうところでプレーをしました。はい。まあこういう試合展開でしたけど、途中出場ですごい熱いゴールを決めてくれたんですけど、そのゴールはどうでしたか。ね、まあ本当に、おっしゃったようにすごい自分の中で熱い、自分らしいゴールが決めれたかなと思います。でもまあチームは勝ててないので、これから勝つために、もっともっと良くなっていくと思います。よくしっかりと練習して、チーム試合勝てるように頑張ります。最後に、はい、僕ゴール裏でいつも試合見てるんですけど、はい、僕たちの応援どうですか。本当に最高ですし、なんて言うんだろう、ホイサーです。何でしたっけ。ホイサー。あれ俺好きなんですよね。あれ山笠なんですか。そうなんですね。勢いがある時に出るのが好きで、これからもちょっと、たくさんサポーター来てくれてるので、これからでももっと満員になればそういう声も多分大きい音がさらに大きい声援が聞こえると思うし、まあやっぱり皆さんの応援って本当に、選手チームの、力になるんで、これからも熱い応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと緊張しました。まあちょっと思ったよりはなんか言葉詰まったかなと思いますけど、まあうまくいったかなとは思います。めっちゃ楽しいです。はい、ありがとうございます。